スタバ男子。それは、センスがよく清潔感があり、どこか余裕を持ち合わせたイケメン男子のことである。一見、モテまくって出会いに困っていなさそうな感じを受けるが、実際にモテているかというと、それはまた別の話らしい。今回はそんな女性に奥手なスタバ男子の話を紹介しよう。終わる頃にはスタバでスコーン片手になんちゃらフラペチーノとやらを頼んでいるはずだ。今スタバにいるんだが隣に可愛い娘が座ってきた。ナンパの仕方教えろ。相手はなんかの勉強してる。すれたいにするやつにナンパはできない。まずはうくしろ。話はそれからだ。チョコクリームチップスフラペチーノを頼んで、通をアピールしろ。で、ブブは一回トイレにでも立って後ろ姿でも撮ってこいよ。ブブ難しい。いつも思ってたけど、こういう時どうやって撮ってんの？ちなみに俺は今4時間かけてホワイトモカのグランデ飲んでる。女の子 iPhone いじってる。すれたいからもわかる通り、誤字が多いっち。どうやら最近 iPhone を購入したらしく、操作に不慣れなようだ。そんな iPhone 初心者一致はスレミンに促され、まずは女の子の写真を撮ることにしたが。うわ、せっかくトイレ行くと同時に撮ったのにブレてる。おい、わかんねえよ。真っ黒やがな。撮り直せ、スピーカー押さえながら撮ればいける。ブレすぎだろらら。もっかいやってみる。スピーカー押さえると絶対俺の服が映る。カメラオンに集中するとうまく撮れない不器用な一致。スレミンおすすめのカメラアプリに頼ることにしたが、画質悪いなこれはが、そして角度ミスった。いい加減にしろ。ふう、そろそろちゃんとしような。おいてめえ、この子はできない。お前なんでいつも肝心なライブ分切れてるんだ。さっきからうまく顔だけ全く映らんな。イッチの撮影技術はスレミンの怒りを買うのに特化しているらしい。そんな不器用なイッチを見てられないスレミンから様々なアドバイスが書き込まれた。突然すみません、あのもう会えないかもって思ったら声かけてました。すみません。可愛い子ならすごく綺麗ですね。もし綺麗な子なら可愛いですね。学生さんですか？でいけ。ターゲットが伸びをしたり、ふうと一息ついた時に一言声かけろ。集中している時は NG だ。ええからさっさと声かけろや。すまんやろ。さあ、んか出せ。エスプレッソ頼んで、思ったより少なかったんであげます。で渡せ。せっかくのアドバイスだが、イッチが実行するにはハードルが高かったようだ。どうしよう、机からなんか落とそうか？iPhone は買ったばかりだから落とせないけど。ナンパのやり方聞いたんだからそれっぽい書き込みどれか実行しろよ。1、腹くくれやー、越えられない壁はない。落とせだな、1も処理しぬく。落とせ、偶然を装ってナンパの道具にもできるそう。iPhone ならね。iPhone 落とせよ、落としても簡単には壊れんよ。iPhone を落とすか女の子を諦めるか、イッチは究極の選択を迫られることになった。しかし不器用イッチは神様に愛されていたようだ。おい聞いてくれ、実はレスの合間に少しずつ俺勉強してたんだけど、英文法の回答を落として拾おうとしてくれたわら、一応すみませんって言ったけどこれで話しかけやすくなったん？なった。そこでお礼に何か買ってきて渡せば話すきっかけになるだろ。どう？ここで優秀スレミンから特別な作戦が提案される。おいクフォロー、見つけてきてやったぞ。これでいけ。スタバ近くに座った女性に10分くらい席外すんですが、荷物見といてもらえませんか？以前の切り地にあったのでうんぬんと一声かける。10分くらい店を出ていく。帰ってきた時にちょっとしたお菓子を2つ買う。お礼がてら1つ渡す。普通の人ならすぐには食べないが、食べた時にもう一度感想なりありがとうを言ってくれる。それをきっかけに会話。これすげえ。これでいけよ。これいいな。決定。これ今度は使わせてもらおう。先人の知恵と、それを探し出してきたスレミンに感謝の意を唱えよう。よし、やってみるか。ガンバの大冒険。いけー。行ってこい。数分後。じゃあ、声かけて出てきたぞ。なんて声かけたんだ。早くお礼の品を買え。おつわって貸してきた。
やるなん。頑張りを見せたいっち。いろいろと聞きたいことはあると思うが、まずはお礼のお菓子購入が先決だ。ちなみに何のお菓子買えばいい？あんか？手が汚れないやつ。おしゃれなのしかも近くにあるのさっさと買え。待たせれば待たせるだけ嫌がるぞば。同じマフィンかなんか2個買って、少し休憩しません。レオケ。甘いものは外さないぞ。相手が何飲んでたか思い出してそれに合うもの買ってこいや。外で菓子買って戻るより戻ってカウンターで菓子買って渡す方が警戒されない。同じも自分用にも買って、渡したら自分も食べると相手も菓子食べやすい。スタバでなんか買って席に戻り、荷物ありがとうお礼によかったらどうぞ。でいいじゃないか。オッケー。店内で買う、何買えばいいの？マフィン。行動が遅すぎる一致に怒りを覚えながらも、的確なアドバイスは続く。クッキー系がいいんじゃない？今はいらなくても持って帰れるだろうし。すぐ食べれるような感じのでいけ。持って帰れるのだったらそのまま何もなしで終わっちゃう。甘めのやつ頼んでやれ。勉強してるんだから手や机が汚れるものはおすすめできない。ちなみにだが、スタバ店員だというスレミンからは次のような案が書き込まれているぞ。何かの参考になるかもしれない。紹介しておこう。スタバ店員も俺が言う。ケーキポップのストロベリーって店員に言って買え。2つ買っても390円だし形も可愛くて人気だから間違いない。メニュー見て適当に買うけどなんて言って渡すん。ありがとうございます。無理用意済みました。これ今出たマフィンなのですがよかったら召し上がってください。たくさんの人からのアドバイスに勇気をもらったエッチ。渡してくる。渡してからが本番だぞ。さて予想。渡して、ありがとうございます。終了。ジュフ、荷物預かっていただいたのでお礼です。ひっひとか言ったら終了するよなわら。女の子に荷物当番をしてもらい、ここまでで軽く20分が過ぎていた。さすがに待たせすぎではないか？帰っただろ、予想するスレミンもいたが。やったぞ、チョコレートチャンクスコーンもらってくれたぞ。は？もらってもらえて終わり？お前携帯いじってる場合じゃねえだろ。渡した後の会話。なんで渡すことが最終目的になってんだよ、ば。か、そんなの渡すのが目的じゃなくて最低でもアドレス交換しろ。本来の目的ではないことで大喜びするイッチ。純粋というべきか単純というべきか。そしてその純粋さはとどまることを知らなかった。やばい、俺の見物頼んでなくてチョコレートチャンクスコーン食べたから、口の中にへばりついてて話しかけれんぞ。追加で飲み物買ってこいば。水筒持ってきてるけど飲んでも大丈夫かな？お前は我慢しろカス、女の飲み物確保全開。水筒、部活帰りかよやら。あまりにも純粋すぎるエッチの言動に、スレミンたちはいつの間にか魅了され始める。なんかどう？丸出しで微笑ましいな。宝箱開いた勇者かよ。ギラギラ来る。早いてえわや。ダメだ。この息可愛すぎるわら。いい加減にしろわらわら。スコーンで、パコーンで、ケコーンだ。頑張れよ一致。しかし一方では、イラつきを隠せないスレミンがいたのも事実だった。とりあえず、きっかけは作ったんだから、書き込まずに、喋れやー。帰らなくて話せやー。そのために必要ならさっさと帰やー。こいつ会話もせず無言で女の子見ながら携帯いじってるのかよ。気持ち悪いな。さっさと帰よボケ。すいません菓子だけじゃ喉乾きますよねくらい言って渡せ。スタバでナンバってどうなの？しかしスコーンくれた人が iPhone ばっかいじってたらんって思うんじゃね。イッチとスコーンの戯れが続く中、ついに女の子が動き出してしまう。やばい帰り自宅しだしてる。これ見ろ遅いからだ。そりゃ帰るわな。クソヘタレだな。ネラーの鏡だ。頑張れよ。逃げられたな。積んだというスレミンがいる一方、これはチャンスだと前向きに捉えるスレミンもいた。勉強終わったなら話しかけやすいだろ。勇気出していけよ。きっと彼女は今からバイトだ。こそっとつけてどこでバイトしてるか調べるんだ。帰るんですか？これから遊びませんか？って言え、今日はありがとうございました。よければメアローみたいな感じで行くんだ。一致を焚きつけるスレミン。
その後10分が経っても一気からの報告は何もなかった。ひょっとして、一気は声かけたか？きっと今一気は必死で引き止めようとして店員に取り押さえられてる頃だな。話しかけるの成功したのかもな。一気は今ビンタされたよ。次の中継は警察署取り調べ室からです。お楽しみに。一気は話しかけてるのか？それともスネークか？多少の心配の声も上がったが、一気は頑張っていたぞ。追い返っていったけどアドレス聞けたぞ。可愛かった。来たー。はー、あんたすげーよ。会話詳しく。やべー、自分のことがないのに見分けてしまうわら。自分のことのように喜ぶスレミンたち。しかし、スタバにはそんなにうまい話は売っていないのだ。まあ釣りだけどな。お前ら付き合ってくれてありがとうな。釣りでした。皆さんお疲れわら。くそ、こんなので。くそーがー。釣り宣言をされ、これでこのスレもお開きになると思われた。が、どこか可能性を感じずにはいられないスレミンたちは残った。さて、俺も出かける時間だ。スタバにな。iPhone じゃなくて Android でも女の子と出会えますか？ボトールは？ボトールでもいいの？見ず知らずの可愛い子ちゃんと仲良くなれるよ。iPhone ならね。何でも人間やってみるもんだな。今スタバ行ったら、お前らに会えるのか、胸熱だな。スレミンたちの悪あがきが続く中、肝心の一致の身にあることが起こってしまう。ビビった、店員が頼んでないのになんか持ってきたぞ。あちらのお客様からですって言われた？カウンター滑ってきた？先ほどの女性からですってか？スタバ常連者ならすでにお分かりだと思うが、実はこれ、スタバからのちょっとしたサービスの一つなのである。これにはスタバ中のスレミンから指摘が入る。長居してたりタイミングアウト試飲させてくれるんだよ。多分新作のお試し品だな。すぐにお礼メールしろ。どうせ新作お試しとかだろうがメールするきっかけになる。店員からもらったのはお試しのやつだった。初めてだからなんてメールしたらいいん？こうして実質、釣り宣言の撤回をした一致。はじめまして、早速ですが、付き合ってくださいって言えば OK。休みの日を聞くんだ。先ほどはありがとうございました。勉強してたみたいですけど何の勉強ですか？とか自己紹介とか。一通目、あ、二通目、うお、本当に遅れた。絶対適当に書かれたと思ったわら。まずはお礼からだな。アドレス教えてくれたお礼からだな。慣れてない感を出してご自己と通送信でいけ。あ、すみませんからの私もわかりますで話が盛り上がることもある。お試しドリンクを女の子のお礼と勘違いしたふりでメール。真面目にメール内容を考えるスレミンがいる一方、中には面白半分で安価開始を求める声が、新たに立てられたスレにも多数寄せられた。この声は成就させねばいけない。だから安価を提示しろ。さっさと安価しろ。安価は？とりあえず考えて送ってみる。さっきスタバでアドレス聞いたんですが届いてますか？って書いて送った。エラーになってないから届いてるぞ。ここまで順調すぎるほど順調な一致。しかし人の幸せって面白くはないよな。本人のメアドだとは限らないぞ。なんか冷たいな。ひでえメール。お前女とメールしたことないだろがら。ちょっと気持ち悪い。え、まだ一発目送ってなかったのかよ。良くない感じも送っちまったな。卑屈だ。何このメールの仕方。メアドありがとうございます。嬉しいです。くらい送れよ。今メールしたって特に大した発展しねえんだからやりてえならパーバヤにでも行けよ。次すれ立てちゃったからあまり言いたくないけど、正直もう落としていいんじゃね？スタバでナンパすることには成功したんだからあとは一人で頑張れよ。その後が気になるやつなんてあまりいないぞ。安価するのかしないのかもわからないしね。ただ一のメールのやり取りの事後報告聞くだけだとね。こうして一気にスレ内の治安が悪くなり、一気にも異変が出始める。なんか店内にチラチラ見てくる女がいるんだけどお前らじゃないだろうな。見ているよ、メガネ。怖いから見せ抜けてきた。今後ろをついていくから、家まで行くよ。盛り上がってないみたいだから落としといてくれてもいいよ。ここからはメールだから大丈夫。
やっと追いついたのに大丈夫とは何事だごらー。逃げやがったな。こうして身の危険を感じたイッチはこのスレから姿を消していく。いかがだっただろうか。おしゃれでセンスのいいインテリ人間しかいないようなスタバだが、実は女の子に声をかけられないほどの奥手でシャイな男子が存在し、2チャンネルには人の不幸を喜ぶスレミンがいることがわかったかな。さあ世の奥手男子諸君、今すぐスタバでスコーンを食べながら待機するんだ。もちろんスイートおじさんだぞ。